大山崎ジャンクション完全開設大山崎ジャンンクションとは京都府大山崎町にあるジャンクションで名神高速道路 K 字バイパス京都縦貫道を接続しインターチェンジも併設されています日本有数の複雑さでしばしば迷宮初見殺しと呼ばれていますその構造経路を徹底解説し利用時の注意点 ポイントもご紹介します。このように4方向に伸びる高速道路を接続し、インターチェンジで入り口を介して国道171号にも接続しています。ケージバイパスと京都縦貫道は本線同士が接続され、ジャンクションを介さず、1本の高速道路のように通行できます。ケージバイパスプラス京都縦貫道は、名神本線の上を立体交差しています。 大山崎ジャンクションの簡単な歴史はこのようになります。ご覧のように、名神高速開通時には、ジャンクションとインターチェンジはありませんでした。ケージバイパスと京都縦貫道の接続に合わせて、後付けで設置、拡張されたのです。地図を拡大して、ジャンクションの形をよく見てみましょう。何やら複雑な構造になっています。まるで絡まってしまった充電ケーブルのようですね。 航空写真を見てみましょう。やっぱりカオスですね。大きな八の字のような形をしていて、上下に同心円状に連絡路が配置されています。二つの同心円の中心には、270度のループカーブがあります。もうお察しだと思いますが、赤で囲った部分がジャンクションの本体です。名神本線からは少し離れた位置の、ケージバイパス本線の両脇に設置されていますね。 交通量の多い名神本線から離れた位置に設置した理由を推察してみます地図を少し引いてみましょう名神高速の至近に国道171号と東海道新幹線が走っています西側には JR 東海道本線と阪急京都線が南北に走っています航空写真にすると周囲には多くの住宅地、学校、工場が見えます 明神開通時の1963年なら工場や住宅も少なかったのかもしれませんがジャンクションとインターチェンジが追加された2003年には土地の余裕がなくなっていたのでしょうねそうした理由から現在の位置にジャンクション本体が設置されているのだと思われます通行ルート大山崎ジャンクションの通行ルートつまりどこから流入して どこに流出できるのかを数え上げてみましょうまずジャンクションへの流入元を数えます名神上り線名神下り線ケージバイパス京都中間道大山崎インター第1入り口大山崎インター第2入り口インターの入り口は2つあります第1が国道171号上り線から 第2は国道171号下り線からの入り口です。以上の6路線から流入します。次に、流出先を数えます。名神上り線。名神下り線。刑事バイパス。京都縦貫道。大山崎インター出口。出口は1カ所だけです。以上の5路線に流出します。これを表にすると、 このようになります赤背景は通行できないパターンです名神上り線から名神下り線などは U ターン走行になるので通行できません入口から入ってすぐに出口から出るルートも走行できません黄色背景は通行可能ですがジャンクションを使用しません走行してきた本線をそのまま直進するパターンです青背景がジャンクションを利用する通行ルートです20通りあります この中で「名神上り線から刑事バイパス」と「刑事バイパスから名神下り線は」はジャンクション内の走行経路が2つあります。したがって通行パターンは全部で22通りとなります。青背景の全パターンの実装車載動画を用意しております。この動画の説明欄にリンクがありますのでよろしければそちらもご覧ください。連絡路の構造 絡まった充電ケーブルのようなジャンクションはたくさんの連絡路の集合体ですケーブルの絡まりをほどくように連絡路の構造を解き明かしていきますまず名神の上り線と下り線ケージバイパス京都縦貫道の4本の高速道路間の接続を考えましょう出入り口は後回しにします輸入元が名神の場合流出先はケージバイパスと京都縦貫道のみです 逆も同じで流入元がケージバイパスか京都中間道の場合流出先は迷信のみです例えば京都中間道からケージバイパスに進むのならジャンクションを介さず本線を直進すればいいからです京都中間道から京都中間道に進むと U ターン走行になってしまいます他も同様で流入元によって流出先は2つに限られます 赤文字の流入元からは赤文字の流出先にしか行きません。同じく青文字の流入元からは青文字の流出先にしか行きません。ここで流入元と流出先を汎用連絡路 A と B で接続します。名神上り線と下り線からの車両を集約し、ケージバイパスと京都縦関道に分配する汎用連絡路 A と。 ケージバイパスと京都中間道からの車両を集約し名神上り線と下り線に分配する汎用連絡路 B です大山崎ジャンクションの肝はこの2本の汎用連絡路ですこれで高速道路間の接続は必要十分になりますとてもシンプルですよね実際の汎用連絡路の車載動画を見ておきましょう汎用連絡路 A の例です 名神の上り線と下り線からの車両を合流します入口からの車両を合流し出口への分岐をします ケーバイパスと京都中間道の分岐をします。別々の流入路からの車両を一旦集約してから、目的地別に分岐していく様子がよくわかりましたね。汎用連絡路の位置はこうなっています。先ほどの車載動画で、 入口口からのの合流と出口への分岐がありました今度は出入り口との接続を考えましょう入り口出口ともに汎用連絡路の A と B の両方に接続します入り口は2か所ありますが一旦入り口連絡路に集約してから A 方向と B 方向に分岐しますそれでは入り口連絡路の車載動画も見てみましょう大山崎第2入口から入った場合の例になります 第一入り口からの連絡路と合流して入り口連絡路になります少し進むと名神方面は右ケージバイパス京都縦貫方面は左に分岐します入り口連絡路の位置はここです京イパス本線の真下ですこれでインターチェンジも接続できましたまだ簡単ですよね 先ほどから汎用連絡路という用語を使っています汎用というからには専用もあるのです専用連絡路 A と B を追加しますケージバイパスを利用する車両がスムーズに通行するための連絡路ですケージバイパスはその名の通り名神の大山崎ジャンクションと瀬田東ジャンクション間をバイパスします大山崎ジャンクションでは名神の大阪方面とケージバイパスを行き来するルートです 汎用連絡路を使っての通行も可能ですが、交通量が多いルートなので、専用のショートカットを用意します。ケーバイパスと名神大阪方面間は、汎用連絡路経由だとこうなります。ぐるぐるしてますね。専用連絡路だとこうなります。とてもシンプルな線形になりますね。所要時間や合流分岐の回数が半分程度になります。きついカーブもないので効果絶大ですね。 これが大山崎ジャンクションの連絡路の全貌です。とても理にかなった美しい構造ですよね。この図をよく見ておいてくださいね。実際のジャンクションはこうなってしまっています。どうしてこうなったと思ってしまいますよね。限られたスペースに押し込んだ結果、こうなってしまったのでしょうね。私も最初はなんだこれと思いましたが、今はよく頑張って作ったなと感心しています。 以上が大山崎ジャンクション連絡路の意外とシンプルで美しい構造のお話でしたなお、専用連絡路、汎用連絡路、入口連絡路第一入口、第二入口の名称は公式のものではなく当チャンネル内での故障ですご了承くださいご視聴いただき、ありがとうございましたこの動画の他にも大山崎ジャンクションの解説、攻略動画 全ルートの車載動画を多数ご用意しております説明欄にリンクを貼っておきますのでそちらもご覧いただけると幸いです再生リストから見ていただくと順番に見られるので便利ですこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価、コメントをいただけると大変嬉しいですそれでは次の動画でお会いしましょう